着物の女王も来てくれました。よろしくお願いします。あ、今日の浴衣のポイントはどこでしょうか。お花がポイントになってると思います。あ、かわいい結び方ですね。後ろも。あ、素敵ですね。あ、素晴らしいです。かわいいです。今日は楽しんでますか。ありがとうございます。またよろしくお願いします。昔の涼しげでいいですね。はい、ありがとう。でも昔のって言ってもなんか大事にしてるから、うん、大事な帯もいいですね。素敵で、帯はこれは、あ、素敵ですね。指輪に刺し子だね。ちょっと自分で着てきたんですよ。品押しは何もしてません。素敵ですね。はい、ありがとうございます。板谷さん、よろしくお願いします。お願いします。板谷さん、今日の浴衣のポイントはどこでしょうか。有松絞りです、はい、素敵ですね。素敵ですね。帯は、帯は博多、いや、いいんだけど。あ、素敵ですね。はい、いいですね。今1チャンネルの正木さんがやってるあれで撮りました。それ見て、ありがとうございます。見てくれてるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。見てください、この浴衣。素敵。あ、浴衣なんですね。素敵です。しじら織りの浴衣なんです。すごいね、涼しくてね、多分本人も気持ちいいと思います。半襟も素敵ね。半襟も素敵ですよね。そう、おしゃれを極めてます。帯は、帯はね、半幅で、あ、綺麗です。朝入ってるんですね。朝が入ってて、今日ね、こういうちょっと結び方、あの YouTube を見て、花井チャンネルですね。そう、花井チャンネルではないんですよ。見て練習しました。今日のテーマとかありますか。この暑い夏、いかに涼しく着るか。いや、涼しげですね。そうですね。ちょっとシックに。はい、ありがとうございます。今日は楽しんでください。阿部さん、ご紹介お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のポイントを教えてください。帯です。これは何の帯でしょうか。やばい帯だね、これ。シュリです。あ、シュリ織です。素晴らしいですね。ちょっと後ろも見せていただいて。あ、上品。素敵ですね。すごい柔らかいんですね。素敵。あ、これは素晴らしいですね。はい、あとはですね、着物も、はいはい、おじや、夏にぴったりですね。色のトーンがいいね。ね、素晴らしいです。ちょっと全身を、あ、スメグ見てください。足。あ、涼しげで素晴らしいですね。何？ありがとうございます。谷口さん、今日の着物ですね、夏着物のポイントはどちらでしょうか。ないけど、娘の浴衣の帯を引っ張り出してちょっと使ってみました。素敵な帯ですね。いいですね。この着物も涼しげでいいですね。いいですね、涼しげで着る機会がないので。今日はいっぱい飲むんですか。歩いて帰れ。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。では、お客様の今日の浴衣のポイントを教えてください。これも可愛いですね。ベスケット。あ、素敵ですね。この前作りました。浴衣も涼しげですごくいいですね。浴衣も帯も全部新しいです。素敵。素敵ですね。帯の可愛い感じで結んでますよね。あ、可愛いですね。裏地がちょっと見えて、あ、可愛いですね。はい、
ありがとうございます。